埼玉県特別機動援助隊は、埼玉県内で大規模災害が発生した際に、県知事の要請で、消防救助隊、防災航空隊、DMAT により編成される部隊である。阪神、淡路大震災を教訓に、埼玉県庁は1996年5月8日に、県内で発生した地震などの大規模災害時に、消防機関と医療機関が連携した救出、 救助体制の整備を図ることを目的とした、綾野国レス救隊が創設された。綾野国レス救隊は大規模災害時に、県下14消防本部と医療チーム、埼玉県防災航空隊で編成され、部隊総人員は211名であった。しかし、新潟県中越地震での東京消防庁の消防救助機動部隊の活動実績や JR、 福知山線脱線事故などの教訓から地震などの自然災害や列車脱線事故など特殊災害に対応するために新たに高度な救助機材を有し特別な教育、訓練を受けた高度な救助部隊の整備が必要と考えた。そこで2006年7月19日に彩りの国レスキュー隊を改組して大規模災害時に埼玉県知事の指示、要請で編成される。 埼玉県特別機動援助隊愛称、埼玉スマートが創設された。創設時の埼玉特別機動援助隊は、スマートに登録されている埼玉県下7消防本部の救助隊により、編成される、機動救助隊、埼玉県災害派遣医療チーム、埼玉 d マット埼玉県防災航空隊の3部門で、編成されていた。創設に伴い、 登録消防本部の救助隊に、電磁波人命探査装置など、高度救助資機材が配備された。2016年3月30日には、新たに3消防本部の救助隊を登録し、機動救助隊が10消防本部から11隊埼玉 d マットが21医療機関、防災航空隊3機の体制となる。2019年に、埼玉スマート各隊の災害現場活動全般を、 統括する、スマート、式体が創設され、埼玉市消防局の式体が登録された。スマート式体、機動救助隊、埼玉県災害派遣医療チーム、埼玉デーマット埼玉県防災航空隊の4部門編成となる。さらにスマート、式体及び機動救助隊のヘルメットを、紺色を基調としたデザインのものに統一した。年1回、 埼玉県特別機動援助隊合同訓練が行われる。この訓練には埼玉県特別機動援助隊登録機関だけではなく訓練を実施する市町村近隣の消防本部も参加する大規模なものである。埼玉スマート各隊の災害現場活動全般を統括する指揮隊。県の代表消防機関である埼玉市消防局の指揮隊一体が登録されている。 ありがとうございます。